盛り上がりましたよね、あの時は行ったっつって。だまさに、まさにここから大津北の頑張るぞっていうところで終わったんです。そうですよね、ようやく戦力整いましたねっていうところで終わったから、そこは本当にね、あの、とどめさんとかとも確認したの、ここでようやく戦力整いました。Q が所属になったところまで、うんうん、で、確かにいいのも揃ったね。ランジャも行って、ランジャも行って、ランジャも行って、マッハも行って、ハニーベージュも行って、ああ、いたー。そうそう、あ、もうこれで戦力整ったから、来年のネタ見せ番組全部、全組に入れましょうっていう。ああ、僕らはいいですから、とにかくこの人たちにください。そうしたら、よかったっすね。そう、確かにオフィス来たのあったらすごいね。すごい、ね、夢があったよね。夢ありました。うん、確かに。今のグレープみたいになってるね。今度グレープのネオンもそうだね。完全にだから既存のそのお笑い芸人の売れ方とは全く第3極的になり得たかもしれない。悲しいですね。まあね。まあ運もありますから。運もある。運もある。だから年一ぐらい残党ってぐらいでやろうと思って。残党だよ。まあ、なんか正月のメールを送った時にやろうっていう。そう、やりましょうよ。元北の芸人でやるし、それやりたいですね。それやりたいですね。これはこの読んでいただいて、全部拾う。M1 に出てる初期で、もう米粒だけをちょっと違うなって思ったんですよ。 M1 で、いや、2006年かな。で、サンドイッチマンが決勝行った時に感じた。ほう、うん、あれが2007年だから。もう絶対俺らコンテストじゃないわ。サンドは行ってほしいなと思って。まあですね、怖いから、ね、そうですね、ちゃんと売れるべくして売れたコンビだ。そうですね、サンダーバッグもよく出てます。あ、そうなんですか。オードリー、あー、オードリーだもんね。まあだからなんかこの人たちに比べてやっぱやり方がだいぶ違うなって嘘になったんです。今本当だから、出るんだったらちゃんと一言一句構成しなければいけない。で、結構それをきつく指示した時期です。ここはちゃんと一発にして、このまでボケないと絶対伝わんないですよ。そういうの安田大サーカスみたいな。叩いた瞬間に入れたら色みたいな。まあ、サーカスって言ったらサーカスですね。まあ、兼用派とかも。でも、化粧化するってそういう、まあ、話し方してるから。まあ、どういうことも分かれてる。まあ、そういう時には、でも、だから、解散してコンテストだけに行くとか、あるいはもう、長い戦いだと思って、7年ぐらいを完成しちゃった犯罪者に対しては、そういう選択をしてもらうとか。解散って。だって別に寄せに出ようとか思ってなかったし、あれ落語協会って寄せに入る。あれも大変だと思って、僕7年ぐらい。その時はもう想像もしなかった。想像もしなかった。で、結構でも一緒です。なんだかんだ続けてるし、我慢ね。何だよ、実は出ました。出たい。あ、そうなんだ。で、これが、安田生命ホール。あー、やったな。あ、だから、ホロッコにイチャイチャ漫才やってもらってた時期。そうだそうだ。あれがきつい。で、ホロッコに完全に行くと、あの年は。もうホロッコに決勝行ってもらおうと思ってた。それで決勝を抱えてもらおうと思ってた。でも、せめて認定漫才師になってよかった感じだったら。あれね、でも、あと5組だったら入ってたんだ。あ、そう。ホロッコ頼む。で、梅津梅津さんも結構短いから、結構この、俺ら
もう絶対スプリンターじゃないから、ね、でもちゃんと凝縮されてる感じです。まあでもね、まあネタ見ればわかると思うんだけど、もともとあるやつを短くしてない、もともとこの時間用に作ったネタではもう全然インパクトが違うから違いますけど、受けてでもほら、わーっとなって、なんかやっぱコメントで言えないけど、少年数が出てるのかなっていうイメージなので、それでザ・マンゴーがすごい受けてるから、すごいなんか刺激的でしたけど、でもやっぱりね、3回戦とか M1 とかだとラフォーレの話とか、あの辺とか行くと誰かに怖いで、それも1回戦だもう空気が出る、喋る前に空気が取り返しのつかないことになってて、そうそうそう、だからまあ結局そうじゃないんだよ。だから結構ね、その M1 とかに関しては、ね、これは知らないけど、まあ、知らないけど、レクションというコンビって、あれ、で、あの、中村っていう、なんか、メガネかけてるの、だから、そう、見合ったばっかり。中村は、割とね、あの、芸人始めた頃からね、なんか良かったっていう、お笑いについて、全然聞いてた。で、まあでも、リッシュの話だったら、そこまでやんなきゃいけないの。まあ、そんなにやってたんだよ。それ、リッシュって言ってたんだよ。それで、もう、さっきが開かなくなっちゃったんだよ。違う、もうそのガチガチに決めて、まあ、あの何コマ何秒から決めてっていう感じでやってる。で、毎日準備して、30分で終わるかもしれないから、毎日準備して、ネタと平場のトークの誤差をなくすためにそれ、そんなの、体重調整までしてネタの方向とかもちゃんと整えて、それでもすげーでもみんなうちらの悩みがさでも、デニッシュのネタは良かった。決勝行ってもおかしくないでしょ。でもワンステップでそうそう、ランジャーにやるからもうずっと繰り返す。まあまあ、あの戦術と戦術で、でも、なんか最初1回戦でもう1回タイミングといくんですよ。そうだね、そうだね、なんかスーパーサンスケが来たのもね、あ、もうずっと次にこれって一番面白いじゃん。それだけ日本で一番面白いの銀座ポップだった。銀座サンクルだもんね。あ、でもスーパーサンスケは最悪から R1 出ないとダメだなって思って銀座ったら一番面白いし、俺何だったら私もなかった。コンビで、あの、キングオブコント出た後も、いや、今年コンビで R1 出た方がいい、結構俺何度もメールしたの。あの、もう鍋風呂行った後だったけど、そういうの関係なく、今後のことも大丈夫、今後やった方がいいよ。バッチバリに結構オフィスターの来てる時に、ドクロちゃんと一緒みたいな感じで出て、そのまま決勝まで行っちゃったから、そうそう、だから来ても来る前提で俺らは準備してたから、本人が裏切りやがって。いや、裏切りです。これは読まないと書いてたっちゃん来たで、あ、ぽんちゃんか、佐藤さんの軽さまです。わかりますか。わかんないよ。ジェントルマン。ジェントルマン、あ、覚えてる覚えてる。ギリギリ芸人じゃん。芸人すけ、ギリギリ覚えた。これみんなで、うん、ネタ見せ来てた、来てました。今ラビーズ、ラビーネーズやってんのか、うん、そうですね。